はい、皆さんこんにちは、もちあいです。今回はラブライブサンシャインでございます。ということで、スクフェス感謝祭2017のステージ観覧当落発表です。はい、ということで、26日の金曜日にはもうすでに発表されているということなんですけども、今撮ってるのが火曜日の夕方です。はい、部屋がめちゃくちゃ暑いんですけども、撮っています。はい、ということで、メールまだ見てませんので、これからチェックしていきたいと思います。で、まずそのステージ観覧のね、応募するには、僕前動画作ったんですけども、グッズ付き優先入場券っていうのが、必要になります。で、僕はそのチケット取れましたので、で、土曜日分払って、ステージ観覧の応募もしましたので、見てみたいと思います。で、前回のこのチケット取れた時の、メールもそうだったんですけど、もう開く前に当選メールとかって書いてあるんですよ。で、前回それでリアクション困っちゃったので、今回は探していく中で、CN プレイガイドからのメールを見つけた瞬間にパッともう見てリアクションしたいと思います。はい、では見てみましょう。で、僕はね、いろんなサイトのメルマガを結構登録しちゃいがちなので、いろいろ来てますね。 Amazon とかプレバンとか。さあ、 CN プレイガイドの文字が見えたら、いやー、ドキドキだな。そう、僕ね、アクアをまだ直に見たことがなくて、ファーストライブもね、外れちゃいましたから、見てみたいです。はい、いやー、まだかな。結構いろんなメルマガのやつが溜まってますね。さあ、あった、CN プレイガイド、 CN プレイガイド、おーっしゃ、さあ、やった、当たった、当たりました。見せられないけど当たりました。やった、これだよね、チェック、よし、当たりました。チケット系はなんか強いですね。なんだろう、皆さんがこれどのぐらい当たってるのかわかんないんですけど、やった。抽選申し込みでお預かりしておりましたチケットが下記の通りご予約できましたのでお知らせしますと。ありがとうございます、ありがとうございます。アクアユニット対抗戦ファイナル、17年の6月10日土曜日で、開演は12時からですね、サンシャインシティの B ホールメインステージ、やったー。で、これ発券するのにまたファミリーマート行って324円僕払うんですけど、これぶっちゃけ直前まで発券できるので、まあでも早めにね、発券はしておきたいと思います。はい、ということでですね、スクフェス感謝祭2017土曜日ステージのアクアユニット対抗戦ファイナル観覧当たりました、ありがとうございます。いやー、もうこれはね、もうその場は楽しんで、後々動画で感想も言えたらなと思います。よかった。まあ同じくね、当たった方もいらっしゃると思いますのでね、楽しみましょう。ということで、今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。はい、最後にですね、先ほど撮り終わった後にもうこれチケット発券しちゃおうということで発券してきました。はい、で、発券してもう書いてあります、エリア指定立ち見です。はい、どこか未だにわかんないんですけど、まあ立ち見席ということで、まあ後ろら辺か、まあ端っこら辺なのかなっていう感じです。まあでもね、見れるだけいいと思います。で、あと書いてある番号はその立ち見の中でも区切られてる、まあ番号なのかなと思います。はい、ということで楽しみたいと思います。それでは。